明けましておめでとうございます。映画月の満ち欠けで泉昭彦を演じましたスノーマンの目黒蓮です。映画の撮影現場にもなりました名画座早稲田松竹さんで月の満ち欠けが上映されることが決定しました。そうですね、実際に早稲田松竹で何度も撮影をさせてもらいましたし、自分は早稲田松竹のあのくらいの位置の椅子に座って椅子見として映画を見たなとかっていうのもなんかすごく覚えてますし、こう月の満ち欠けという作品にとってはもう切っても切り離せないような場所なので、早稲田松竹で上映していただけるということで僕もとても嬉しく思っております。その他劇場でも映画月の満ち欠けは全国でまだまだ大ヒット上映中です。この冬一番の感動ラブストーリーをぜひ劇場でお楽しみください。目黒蓮でした。